小さな骨の専門家野澤拓夫さんですけれども、はい、はい、本日は、まあ、こちらにもありますが5本ですね、人間関係の困ったをスーッと消してくれる小さな、ほんの小さなコツですね、はいはい、こちらの、まあ、5本のテーマに沿って、3人でフリートークをしていきたいなと思っております。はい、はい、今日のお題は何でしょう、はい、さあ今日のお題なんですけれども、じゃかじゃかじゃかですね、はい、ナンバーワンということで、小さなことでイライラしなくなるコツをお聞きしたいんですけれども、野澤さん、はいはい、そうですね、この本の中には書いてあるのはですね、うん、まあ、大きな目標がない、大きな志がないとですね、はい、すごい目の前のことにイライラするっていうことが一番目に書いてあるんですね、はい、でまあその本以外のことをですね、はい、ちょっと今日はラジオなんで、はい、お話していきたいなと思うんですけど、友野さん、イライラすることあります、はい、だいぶなくなったんだけど、実はですね、こう見えてサラリーマン時代ですね、はい、意外とイライラがありましたね。で、どういうことかというと、結構こう我慢する方なんですけど、うん、抑えつけてると、はい、イライラって起こんないですかね。はいはい、で自分の中で3カウントがあって、許す許す許す許さねえみたいなそういう状況があって、なので常にその我慢してる時にイライラしてたっていう記憶があります。うん、はい、そのイライラしてる状況から今イライラ少なくなったっていうんですけど、はい、何が変わったんですかね。例えば、まあ、満員電車で押したりとかで、例えばこれ押しくらまんじゅうみたいになるじゃないですか、となってこうやってグッとこうやって押されたりとかですね、ちょっとなんだよみたいな、なんかありますよね。でそういった時とか、または肩がぶつかったりとか、前だったらうんみたいな感じがありますね。で今はですね、当たった瞬間にどう思うかというと、あ、怪我なかったかなとかね、なんかどっちかというと自分よりも相手、あ、なんか怪我しなかったかなとか、転ばなかったかなとかっていう風に相手に意識がいくように、捉え方が広がったというか、たくさんのいろんなケースが見れるようになったんですよね。そうなんですよ。多分ね、それね、誰かの話を聞いたのがきっかけなんですよ。おじいちゃんがなんかヤクザとかってぶつかった時に、じじい気をつけろって言ったら、いや、お怪我なかったですかとかってなんか言ったらしいんですね。そうしたら逆にそのヤクザの方が、いや、申し訳なかった、なんか謝ったって聞いたんですね。でその話を聞いた時、あ、なるほどって思って、だから今ね、どこでぶつかっても、あ、まず自分が痛いとかじゃなくて、あ、相手が怪我しなかったかなとかっていうふうに、まあ、その話を聞いてからなのかな、なんか思えるようになったかな。そうですよね、なんか相手のことを知ろうという目線があると、だいぶイライラって減りますよね。僕自身もこれ直接ではないんですけども、知人の方が後ろからコン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 ぶつけられて、なんだよっつってイラッとしてて、パッと振り向いたら、目の見えない方で、その方の杖が当たってたんですね。なあ、自分はなんでこんなことに腹を立ててしまったんだろうという、その状況を理解しないことによるイライラしてて、やっぱりそういう相手のことを知ると、知る気持ちが出てくると、少しイライラも減るのかななんて思うんですけどね。そうですね、ね、野澤さん、この5本の中でね、一つの答えとして、大きな志がないからっていう言葉があったんですけども、あ、これすごい答えだなって思ったんですが、ちょっと解説していただけますか。そうですね、この本の中で書いた大きな志ですね、やはり大きなものがないとですね、違うところに目を向いてしまうというか、で、まあ、これも、自分自身が教えてもらった話なんですけど、じゃあ大きな志を持つためにはどうしたらいいかっていうので、その大きな志を持つ方法としては、その姿勢感があるかどうかっていうところですね、自分がいつか、自分の人生ってね、もう限られてるわけじゃないですか、どんな人でも死ぬ、この限られた中で何をしようかっていうことが決まってないと、なんか永遠に生きるつもりで勘違いして生きてると、まあ、どうでもいいことにね、どんどん目がいってしまったりとか、なるほど、ともけさん、いかがですか。そうですね、ね、いや、実は今姿勢感というお話がありましたが、先週、僕の大学の、ね、部の後輩、まあ、僕が4年生の時の1年生が、1ヶ月くらい亡くなったんですね。それで、まあ、同期だとか、みんなでちょっと同期会忍んで同期会をやったんですね。そうか、で俺が22の時の18歳の人間が、まあ、今はね、もう本来50歳なんですけども、ね、なんか膵臓がね、お亡くなりになったんですね。で
あんなに元気にしてたのに、うんうん、と思うとね、はい、じゃあ今こう集まってるメンバーも、うん、なんかやっぱり大事に思えるようになってね、うんそうですね、限りがあると思うとね、うん、明日その人が亡くなるって言った時に相手を恨んだりとかあんましないですしね、うん、そのせめて気持ちよくっていうような気持ちにやっぱりなったりしますしね、うんはい、であの他にその浅いあの自分の気持ちを整えるのにすごいいいコツがあってですね、イライラしなくなるというか、何でしょうか、はい、これはですね自分がどういう気持ちが気持ちいいかっていうのを決めとくといいですね、うんあというと例えば朝一僕は例えば朝朗らかな気持ち、うん、こ自分にとっての朗らかな、うん、あこういう気持ちが気持ちいいなっていう自分の気持ちですね、はい、明るい気持ちとか何でもいいんですけどそういう気持ちを朝一ですね、はい、あ今日はこういう気持ちでっていうの朝リセットするんですね、うん、だから帰る場所を決めとくんですよ自分の、こういう気持ちの状態がいい気持ちだっていうのを決めといてですね、で一日日中過ごすじゃないですか、はい、いろんなことがあるじゃないですか、そしたらその時にですねあ自分のいい気持ちはこの場所だからって帰る場所を作っとくんですね、あいいですね友家さん、うんうん、やはりあの朝やるっていうのがポイントですよね朝と晩は、うん、あのリセットしますね、うん、あなるほどリセットする時間が大事なんですね、うん、やっぱりその相手に対してイラッとして、まあ、人ですよね基本的にイライラするっていうのは、イラッとすることあるんですけども、はい、したことあってもそういう帰る場所があるとスッと戻せたりとか、あと感情の扱い方ですよね、はいまあ、今日時間ないんであれなんですけどそのガッとイライラしてしまった時に、はい、逆に我慢しようと思うと余計増えるのが感情ですよね自分が怒ってるなって認めると今度落ち着くのが感情です、感情っていうのは普通の目に見えるものとは違う動きをするんですね、はいうん、水は飲めばなくなるとか、はい、ガソリンは使えばなくなるっていう、使うとなくなるっていう動きを見えるものはするんですけど、そうですね、感情っていうのは我慢しようとしたりとか使うと増えるんですね、一回悲しかったらもっと悲しくなったり、一回怒れたらもっと、あの、怒れたりとか増えていくっていう逆の動きをするんで、我慢しないで認めて、であの消化してってあげるというか、はい、そういうのをなんか教えてもらって実践して、ね、もちろん人間なんでそれはないだろうと思うことあるんですけど、あとの人もすぐ数秒以内に戻せるというか、で帰る場所も決まってるというか、そうなんですね、あの、まあ、ちなみに数秒以内っておっしゃったんですけれども、この数秒以内になったのっていうのはどのぐらい前なんですか。まだ本当1年2年とかの話だと思うんですけどね。そうですか、やっぱり胸で受けないとかね、腹で受ける感情をそのまま胸で受けようとすると動くので、はい、腹お腹に、ね、力入れて嫌なことでもその体で受けるようなことを覚えたりとかですね、受け身みたいなもんですね。あそうですね、うん、武道なんかと一緒ですよね。一緒だと思いますね、武士が腹を据えるなんつって、はい、あの剣を戦うときに昔の命がけの勝負のときに、はい、胸でこんな気持ちやってたら、ビビっちゃってダメなん で、 そうですよ、ね、で腹を据えるって、腹に力を入れるって感情を整えるとか、心は体と連動してるので、神経の動き で、腹を据えるという言葉を聞いただけでなんとなくピシッとこう、気持ちも引き締まりますよね、ね、丹田に力を振って入れるだけで気持ちは全然違いますもんね、そうですね、昔の方ってやはりねよく分かってたんですね、そういうことを ね、今より感情をよく見てますよね、何もないからね、そうですね、友家さん最後に一言何かいただけますか。そうですね、まあ、あのイライラ、をしないで、なんだろうな、あの自分の中にそのボキャブラリーが本当 なくなったなって感じですね、イライラするとかムカつくとか、はい、そういう言葉がもう言わなくなったっていうか、なんか言わなくなったっていうのはなんかなくなった感じ、そういうだから、だからいつもねなんか、あのなんて悩みなさそうだねとかって言われるんだけど、はい、すごく深い悩みは持ってるですか、はい、ね、あやはりでもそういうことなんですね、野沢さん、あのそういう感情が なくなるわけではないんだけれども、確かにあるんだけれども、それをうまく使いこなすっていうことなんでしょうか、そうですよ ね、だんだん扱い、まあ、昔の人もね、あのヨガであったりとか、そういうのは心の扱い方の哲学なので、はい、やっぱりそういうところから学ぶと早いかなと、そうですね、ガリは大変ですね。あ、ガリは大変そうか、なるほどね、はい、本日もたくさん学ばせていただきました、はい、ありがとうございました、小さな靴の専門家野沢拓夫さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。